こんにちは。今日の雅子の部屋は今年10月名古屋で開かれるCOP10 の支援実行委員会アドバイザーでおられる名古屋市立大学の高坂先生をお尋ねしました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。COP10 というのは何か昔から、これで何回目とかいうのがあるんですね。そうですね、はい、COP の後に、数字がついておりまして、はい、それが、10回目ということを意味します。はいはいはい。今年2010年は生物多様性条約第10回目が、日本で初めてですね、開催される。今世紀に入ってからおそらく一番大きな、環境関連の、国際条約の会議ということになります。はい。生物多様性条約は、環境条約と、いうことでですね、はい、まずはその生き物たちを生きている場所と一緒に保全していきましょう、守っていきましょうっていうのが一番目の目標になります。はい。で、二つ目の目標はですね、はい、私たちも、そして私たちの子供や孫、次世代の人々も同じように、生物の資源ですとか、その生息地を楽しむことができるようにということで、持続可能であるように利用していきましょう。元本を減らさないで、次の世代も楽しめるような形で、利用していきましょうというか、ということが、2つ目の、目標になって、3つ目がちょっと難しいんですけども、環境の条約ではあるんですが、少し経済的なこと、遺伝子資源を使って、微生物ですとかそういったものを使って、出てきた製品とか、特許とか、サービスなんかから出てきた利益についてですね、はいはい、それが、微生物なんかがあった国と、それを使ってサービスとか商品を開発した国ないしはその企業が、お互いがですね、納得ができてフェアで、そして公平にできるようなシステムを作っていきましょうっていうのが3つ目の目標です。1番目の方は、生物自身が多様なあれをその、保存していくという、そういう目標と思っていいですか。これまで の国際条約、その生物多様性条約っていうものが誕生する前の条約っていうのは、例えば絶滅危惧種とか種に特化しているんですね。はんはんはん。ワシントン条約なんかは例えば種を保存するみたいな、ある、はいはい、種のレベルで保存しますとか、生物多様性条約の場合はですね、もう生きている場所から、その種の中の遺伝子 の違い、遺伝的な違いについても、守っていくということを目標にしております。ですので他の条約ではちょっとカバーしきれなかった部分も一緒に保存していくってものに入れているものですから、我々がまだ分類ですとか科学的に分かっていないようなものもどん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 絶滅していっているのが現状ですので、そういったものもきちんと保全していくということを考えますと、どうしてもその生物多様性という広いの概念を導入する必要があったということです。しかしその生物の多様性がこの地球上でなければならないというその根拠はもうちょっと今のままでは分かりにくいんですね。つまり なぜか言ったら人間にとってそれが必要なのか、生物がかわいそうだからそうなのか、ちょっとその辺でこういろいろネットなんか見てますとですね、例えばトキは絶滅しそうだとかわいそうだ、他の生物も生きていく権利があるとか、そういう主張が割に多いような気がするんですけども、そうなんですか。人間にとっていいから守っていこうっていう人たちもいるでしょうし、あるいはそういうのは人間のおごりであって、さまざまな地球にいるたくさんの生き物たちの、権利とか、あるいはそういった次世代の方々のための、ものを保護し保全していくっていうことがすごく重視している人たちもいるので、そこに何か統一した見方っていうものはないと思います。一つの整理の仕方としては、生物多様性っていうものがあって、そこから人間が受ける恵み、生態系サービスってちょっと難しい言葉を使っていますけど、それ恵みって生態系サービスね、生態系サービス、こういったものでいろんな生き物がいますということをのいることの大事さ、大切さっていうものを、訴えた方が分かりやすいんじゃないか。本当は生物というのはたくさんいろんなものがこの世の中に存在するいうこと自体を守ってきたのも、たくさんの人々だと、そこまで含めた多様性という感じがしますね。そうですね、たくさんの